今月8日に東北新幹線で発生したパンタグラフの異常による運転見合わせについて、JR 東日本は点検の結果、他の3編成でも部品の異常が見つかったと発表しました。今月8日の昼過ぎ、岩手県の一ノ関駅で下りの早草のパンタグラフに異常が見つかり、東北新幹線は3時間にわたり運転を見合わせました。 これを受けて JR 東日本が東北新幹線のすべての車両を点検したところ3編成でパンタグラフの部品が変形するなどの異常が確認されたということですまた古川駅周辺の民家の屋根や駐車場で重さおよそ1.5キロの架線の金具が2本落下しているのが見つかりました JR 東日本が詳しい原因を調べています